はい、皆さんこんにちは、ワナリガリュウジです。ハーツオブアイアン4続きをプレイしていきましょう。すでにですね、ご覧の通りソビエトに押されに押されて、枢軸国の盟主たるドイツが風前の灯火になりつつあるという状況なんですが、まあもう枢軸国の主要国たるイタリアでのプレイになってますので、ドイツの崩壊イコールね、イタリアの負け確定と言ってもいいと思うんで、まあ、それをなんとか防ぐためにですね、引き続きドイツの支援に当たっていきたいなというふうに思っています。まずは軍需工場が余りが一つ出てるようなので、どうしようかな、足りないものに補填をかけていきましょうということで、歩兵装備に入れましたと。あとはですね、大隊の見直しを少ししていきましょうか。ここにどうしようかな、支援対戦車、あとは支援対空兵、そしたらまず支援砲兵入れるぐらいだったら、まずは支援対空砲兵と、さらに支援対戦車も入れられるし、支援砲兵も入れられますね。まあこんなところでしょう。いやいや、待て、よくよく考えるとこんなことをしても作れなきゃ意味ないよねっていうところあるので、生産のラインをちょっと確認しておきましょうか。鉄がいずれにしても不足している状況に変わりはないので、支援物資作るっていう意味だと、鉄が今どれくらい足りていないかというと、少なくても支援装備に関しては生産に影響が出るような状況ではないので、やっぱり見直していきましょう。で、あとはそうだな、まあ、これくらいでいいかな。ここは歩兵大隊なので、まあ、これでいいでしょう。で、もう一つが突撃機動部隊の方ですね。ここは完全にスピード重視で来ているんですが、これを自動車化大隊に変えていきましょう。いや、そうだね、自動車化大隊にしておけば、間違いなく速くなるよね、足が。こんなところでいいかな。あとは機動部隊なんで、まあこの辺りいろいろ入れると遅くなるだけなので、まあこれでいいでしょう。で、あとは戦車機動部隊ですね。戦車機動部隊は、まあ、引き続き戦車を配備していく形になるかな。中戦車を新たに入れていきましょう。中戦車って今でもあれか、生産ラインに乗ってないはずなので、ちょっと生産のラインを見てみましょうか。先にここにいるのは軽戦車で、中型の戦車は今1台も作ってない状態、かつ作る余裕もない、鉄がないので。なのでここはやっぱり軽戦車を中心に配備していきましょう。なので、まあ、ここはさらに軽戦車を追加するぐらいでいいかな。こんなところでいいでしょう。では見直しも終わりましたので、これで時間を進めていきましょう。
まあ、ベルリンをなんとかね、奪還してあげたいところなんですけどね。こう見ると、それなりに、ドイツ軍もまだ数は残っているので、頑張ってくれている感じはするんですけどね。で、あとはドイツ軍で言うと、結構アフリカにも戦力を残しておいてくれてる感じではありますね。ただこれドイツがもしアフリカから兵を引くってなると、一気に GU フランスと国境を接する可能性が出てくるので、アフリカに展開してる兵もね、見直さなきゃいけないかなっていう感じにはなりますよね。あとはマルタを攻撃している部隊、攻略する部隊が全然進んでいかないっていうね、ここに。ちょっとそのあたりもどうしたんだっていう感じはありますけどね。とりあえずそのアフリカ大陸からイギリス軍を追い落としましょう。主要たるところから、まあどうしてもね、ナイジェリアあたりは残ってしまうかなという感じはしますが、少なくとも南アフリカ付近からは兵を駆逐していきましょう。で、あとはずっと問題になりつつある海軍、完全に崩壊してますからね、イタリア海軍は。海軍の、まあ、その戦力の見直し、回復を図る意味ではどうしても必要になってくるのが鉄資源なので、鉄資源をどこから獲得していくかっていうのをね、ちょっと考えていきたいと思います。で、今、国家方針が、潜水艦への注力が終わりましたので、次の、見ていきましょう。潜水艦への注力の後できるのが、海の狼。まあ、ただ、ドイツ軍の協力がもはやできないのかな。ちょっとドイツ軍への協力がないと、海の狼は選択できないので、ドイツ軍への協力をするための内容としては、もう無理ですね。なので、ここは海の狼を諦めて、アンロックしていきましょう。海軍の生産とかやってもいいんですが、今今必要なのは、まあ、陸軍の訓練かな。ただな、陸軍も人的リソースが足りなくなっているというのはあるので、技術の共有、これをしておくと、技術を共有することができると、研究機関と大学に対し同盟諸国のそれと遜色ない水準に追いつくよう奨励する、これにより技術共有の恩恵を受けることができるだろうということですね。じゃあ技術の共有やっておきましょう。ドイツがね、滅びる前にドイツの技術力を手に入れておくっていうのも重要ですからね。で、問題となっている鉄資源なんですが、ハンガリーに鉄あるけど、ハンガリーはね、今、味方の陣営なんで、そこにあえて切り込むのは、どうかしてるっていう感じにもなるんで、そうなると、鉄資源としては、そうだな、欲しい鉄資源で言うと、やっぱ抑えられてしまってるんですよね。主要な鉄の供給拠点は。で、鉄の輸入も正直見込めない状態になってますんで、そうなると、ちょっと悩ましいなぁ。まさかね、ドイツがここまで追い込まれるとは正直思わなかったんで、結構ドイツから鉄の輸入を頼っていた一面が、まあ、少なからずあったんで、
なんともな状況になってしまいましたね。で、日本から戦争に参加要求が来てますね。まだここに連合国側、敵国側にアメリカは入ってきてはいないですね。アメリカと日本はまだ開戦前なのかな。1941年に、なってますけどね、12月もうすぐ1942年になろうかというところですね。出た問題の鉄だけど、ユーゴが枢軸国に加盟、これはねいいとして、インドに鉄それなりにあるね、44の24。ただここに切り込むには、トルコを経由して、イラン、アフガン通らなきゃいけないのか。これは平坦を維持するのが実質上難しいな。ドイツがかなり厳しい状態になってるな、これを見ると。いや、これドイツはもう当てにならないな。これ見るともうドイツは本当に一部残して滅んでますね。イタリアとソビエトが国境を接するのも時間の問題だな。いやー、ちょっともたもたしてられなくなってきましたね。まずはアフリカを制圧して、アフリカにいるイタリア軍、イタリア陸軍を一部回収していく必要があるんじゃないかな。ここはマルタに行けないのはもしかして海域の制海権がないとかそういうことなのかな。ちょっと海域の地図見ましょう。これを見る限りだと、まあ、制海権はありそうだけどな。海上優勢 86% 保ってますからね。いや、本当に参ったな。資源で鉄がなさすぎるな。鉄をなんとか手に入れないと本当に戦力が整わなくなってしまうので、50ぐらいのまとまった鉄が手に入る方法を考えていかないといけないですね。ソビエトはすでにトルコの国境に達してるか。鉄
鉄どうしようかな。本当だったらね、皆さんからもいろいろご意見いただいてましたけど、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリアあたりを制圧しておけば鉄ももう少し余裕があったのかなっていうね、もう今更ですけどね。あとは鉄を輸入させてくれるところ、どっかあるかなって話で、ドイツはもう今やその余裕はないんだろうな。日本からもちょっと鉄を輸入していくか。これで鉄が多少輸入できるので状況が改善されるでしょうというのを目論みましょう。あとは不足している資源をガシガシ、装備を作っていかなきゃいけないですね。そうだよね、結局作ってないもんね、やっぱり。いや、そうなると思ったよ。対空砲、対戦車砲を作らなきゃいけないんだよね。で、今それのための物がない状態になってるので早急に作らなきゃいけないな。あと16日間待てば、研究ができるようになると。ちなみに対戦車砲とかを作るには、ただここで作るわけじゃないな。対戦車砲とかどこで作るんだろう。あ、対戦車対空砲、ここだな。対空砲、大至急この対戦車砲を作っていかなきゃダメだな。とはいえ今さら編成見直すのもバカバカしいしな。陸軍が足りなくなるので早く対空砲作らないとまずいですね。対空砲の研究急いでやっていきましょう。生産のラインに載せていきたいけど、今だと野戦砲でしょ。改良型対空砲、これを作っていかなきゃいけないんだな。で、対空砲を作るには軍需交渉が足りないと。なるほど。であれば、軍需交渉、そうだな、今一番必要ないのが何かっていうのを見極めて、作っていきましょう。そうすると戦闘機ファルゴーレを一旦消して、その分をここに割り振りましょう。これで対戦車で、とはいえ戦闘機は必要なのでファルゴーレも
ラインに載せていきましょう。こんなところかな。ドイツは頑張ってもらうとして、いまいちこの進行ルートの整備っていうのがね、よくわからないところなんですよね、恥ずかしながら。もうちょっとね、勉強していかないと本当にわからないですね。さあ、これで核と対戦車砲ですね、研究しておきましょう。で、旧式装備になっているのが35式40口径。この大砲が旧式になってますので、これを新しい35式22口径に変えていきましょう。これで、ちょっと待ってくださいね。ソビエト連邦がターンヌドゥバを併合したと。なるほど。で、同盟国に対し宣戦布告が可能な国家があります。一つ、ソビエト連邦が我が国、まあ、つまりイタリアですね、宣戦布告自由を得ました。二つ、アメリカ合衆国が我が国に対する宣戦布告自由を得ました。いやー、厳しいなー。ソビエト、アメリカの超二大大国から宣戦布告を同時に受ける可能性があるわけですね。いやー、これは誤算だったなー。ドイツのね、快進撃がまさか終わるとは思わなかったですからね。ちょっと時勢を見誤りましたかね。そしたら、このイタリアの第一艦隊を、第二艦隊として、実戦に配備していきましょう。地中海中央部を、紹介しといてもらいましょうね。ではまた時間を進めていきます。ちなみにこのベルギーが支配しているところはゴムにタングステンか、まあ、そんなにやっぱり美味しいかというと美味しくないよな。ポルトガルは中立国ですよね。1日で終わるんだこの歩兵すごいな、1日で終わる。
MP は144日かかるんだね。で、整備兵は184日かかると。なるほど。旧兵はやった。あとは通信兵。124日。まぁ、ちょっと今それどころじゃないっていうのもあるんで、軽戦車はもう最後まで行ったので、軽戦車はもうこれでよくて、そうなると戦車もね、重戦車作るためのやっぱりその圧倒的に鉄が足りないので、まあ、ここは多少無茶してでも飛行機戦力、イタリアの空軍力に頼るような戦略にちょっと舵を切っていきましょうか。爆撃機とかも全く研究していなかったので、爆撃機系をちょっと研究していきましょう。ユーゴは我が国を支援するため21個師団の遠征軍の指揮権を譲渡する。21個師団ってすごいな。どこにいる21個師団なんだろう。これは何、ユーゴにいる21個師団ってこと。遠征軍ってなってたけどね。ただユーゴももう会ってないようなもんだな。ここに存在してる21師団、まあこの21師団をどうこうするっていう段階ではないからな。なんとかねベルリンの方まで押し込んでいきたいっていう目論見で最初動いてたけど、もうドイツの崩壊は免れられない状態になっちゃいましたね。そしたらせっかくなんでちょっともう一回その師団編成した後の師団の並べ方をちょっと見ておきましょうか。1回命令をすべて消して、それの上でまず前線を引いていきましょうということで、ここが一つの前線になりますと。でこの前線に対して Ctrl-Kを押しながらクリック、これで押せたのかな。ちょっと動きを見て判断しましょう。きっとうまいことなってくれてると祈りたいけど、どうかな。この進撃ルート、進行ルートとその軍をうまくこう綺麗に整列させるというか並ばせるっていうか、そこがねちょっとうまくできないんですよね、やり方がいまいちって言っている最中で、ここにイギリスのユニオンジャックがはためいてますね。ついに旧ドイツの本国に連合軍が本格的に上陸した感じかな。いやいや本当に厳しいな。
鉄だよな、鉄。鉄を、その将来的にドイツが滅んだとしても安定的に得るための手段をちょっと考えておきたいですよね。これを見ると、まあ、ソビエト、アメリカ、BC フランスから、まあ、BC フランスから、まあ、もらえるといえばもらえるのか。あとはスペイン。もうここまで来ると数が少ないですもんね。イギリスは当然、応じてくれるわけもないだろうし、となると鉄がやっぱり不足していくであろうことを考えて、今のうちにガシガシ作っておきたいな。であとは代替の強化ですね。一つ一つの手段を強化していかないといけない感じになってるな。こうやってみるとどうなんだろう。もうちょっとソビエトに対して、まあ、ドイツを支援するような部隊を送ってった方がいいのかな。こいつらは相変わらず動く気がないな。となるとマルタに近い場所に行ってあげた方がいいのかな。このマルタの海軍基地を取りたいので、マルタの海軍基地に近い港にまず移動させましょう。でそれがどこかというとトブルクかな。トブルクにあたりに、いや、鳥堀だな。鳥堀の方が近いよな。鳥堀にしましょう。鳥堀にまず軍を動かしましょう。でそれと同時にすぐに強襲上陸できるようにで上陸するのがここ。これでいいでしょう。マルタの海軍基地を取って、まあ、この地中海南部での制海権を、まあ、盤石なものにしようという作戦ですね。まあ、レンドリースとかはね、ウェルカムですからね。で、あと人的資源の不足か。いやー、悩ましいですね。今、無際限徴兵してるけど、これを超えると次は全成人徴兵になっちゃうのかな。今この無際限徴兵にしていて、これで徴兵可能人口が 10% のものになってますと。で、次があるのが、この全成人徴兵。これで 20% になりますと。ただし、まあ、生産系が落ちていきますね。まあ、そうですよね。
で最後根こそぎ同編にすると 40% ペナルティが発生しますということなので、これ以上ちょっと下げるのは無理だよなってなると、どうなんだろう、方針として占領地を、まあ、エチオピアはともかく、リビア、エチオピア、一部に関しては占領をやめたいぐらいだよな。エチオピア、リビア、ユーゴ、ギリシャ、アルバニア。まずギリシャは国家を解放しようかな。ギリシャってうまみあったっけっていうところをちょっと確認しましょう。こればっかりはね、完全に資源に依存しますからね。ギリシャは鉄もあるしそれなりに美味しいもんな。ギリシャは手放せないな。となると、リビアもね石油があるんで、となるとエチオピアかな。エチオピアを解放して兵を撤退させましょうか、本国に。なんかそれが一番無難な気がするな。いや、本当に悩むな。自由フランス、イギリスの占領政策に関しては、まあ、このままでいいと思うんですよね。まあ、やや寛容気味っていうところで。人的リソースはもうこれ以上見込めないんで、そうなってくると、今あるリソースをうまく使っていかなきゃいけないって考えると、これ以上大規模な兵力の展開は無理なので、エチオピアを解放してエチオピアから撤兵しますか。まあここまでね、アフリカ政策やってきましたけど、アフリカをちょっと一部傀儡として解放しましょう。エチオピア総督国になりましたね。極東をちょっとね、日本が脅かすぐらいの動きしてくれないと、もうソ連のこの勢いは止められないですね。半端ない。はい、というわけで時間が、30分過ぎていい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、今回エチオピアを解放しましたけど、まあ、これは少し皮肉の策というところもあって、人的リソースの確保のためにアフリカから兵を引きたいというのが、まあ、思惑としてある部分なので、まあ、リビアはねどうしても確保しておきたいんですが、まあ、それ以外のところからは兵を引いて、それに伴って少し戦略の見直し、ちょうど今アメリカが連合国に入りましたということで、ついにアメリカも対戦に参加してきたわけですが、そういったところもあってちょっとね抜本的な戦略の見直しをしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきます。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。